珍しいね、こういうミスはね、やってしまったね。あ、いた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 、いた、太くない86ミリ。そしたらなんか結構期待できそうだね。ごめんなさい。ごめんなさい。ですね。本当にごめん。やってしまったね。やっちゃった。ごめんなさい。ごめんなさい。まあ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 、はい、大丈夫ですよ。生きてますから。生きてますからね。やっちまいましたね。やっちまいました。やっちゃいましたね。びっくりした。珍しいね、こういうミスはね。やってしまったね。いや、これ何かというと、はい、あの以前ね、うん、あの動画で出したんだけど、はい、タランドゥスの、はい、ボトルサンランのやつなんですよ。そう、タランドゥスオーツヤクワガタのね、ボトルサンランにしたやつね。そうそう、メスがね、そう、入れてすぐね、そう落ちちゃったんだよ。うん、そうで、うん、まあ産んでないだろうと思いつつ、うん、まあ一応そう取っておこうと、うん、もしかしたらのために取っておこうって言って、そうそうそう、サンランセットのね、ちょっとこの後ろの方にね、そう待機、あのもう割った材と同じような場所にね、そう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 、置いておいたんですよ期待してなくて、そうそしたらね、そう、このショッコンよめっちゃショッコンしてるよ。本当だよ、ショッコン。いや、まあありがたいよ、うん、まあ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 、うん、ラッキーなんだけど、申し訳なかったね。申し訳なかった、うん、ちょっとこんななっちゃって、うん、早く美味しい、うん、餌をあげよう。そうしよう、急いでやろう急いで交換してあげよう。そんなにはいないと思うけどね、うん、本当に本当にすぐだったんで。そうだね、うん、何頭いるか分かんないけど、ちょっと出してみてね。そうですね、あの早く入れ替えてあげようと思いますですね、はい。じゃあそれでは早速やっていきましょう。はい、レッツゴー。オリジナルグッズ概要欄からゴーゴー。はい、いや、何頭いるんでしょうかね。びっくりだよね。皆さん何頭いると思いますか。はい、トラ君は2か2くらいかもしれない。私3でもいい。いいよ。はい、予想できましたでしょうか。いや、当たるかな。本当にね、これはね、あの大失敗ですよ。本当ね、本当にもっと早く気づいてあげなきゃいけなかった、うん、そうだね、うん、そう。しかもこれ、あ、いた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 、いきなりいたよ、上にいた。お父さん86ミリのやつだから。あ、そうか、そう、あ、なんか柔らかい。そうだね、うん、やばいかもね。いや、入れてあげれば大丈夫だよ、新しいやつ。本当？腐食ってるだけ。もうだいぶ古いボトルになるからね、これは。うん、カチカチでしょ。カチカチだね。まだいそう？わかんない。一頭だけかな、わかんない。あ、いた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 。いた？うん、まだ産んでたね。もう一頭。あ、柔らかい、この子も。もう食べるとこがないのかな。ないのかな。だけど本当に柔らかい、脱皮したてなのかな。気づいてよかったね、本当に。本当だよ。いや、あ、いた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 、3頭いた。当たりか。3頭いましたよ。3頭か。うん、当たりじゃないですか。当たった、イエーイ、缶バッチゲット缶バッチゲットだな。いやー、よかったよかった。これ測りますか。うん、うん、あー、土ばらまいた。ばらまいてくれた。はい、オスメス見える。それね、今回はね、見えない。オスっぽい。うん、見えない。オスっぽい。
これはメスか？オスっぽいね。全オス。オスのが強かったのかな。もしかしたらもっといたのかもしれない。ああ、で食べちゃってね、小さいやつが。いやー、申し訳ねー。本当に申し訳ねー。10.8。ちっちゃいですね。10.8 です。こんなに痩せ細ってしまって。12.2。12.9。12、10。はい。トラ君がやってくれました。はい、やっておきました。はい。じゃあ入れていきましょう。ですね。はい。じゃあ 10g のこの子から。はい。じゃあちょっと入れて。はい。1投目 OK。いっぱい食べてくれ。ね。しっかり大きくなってくれよ。はい。いやー、気をつけないとかな、これから。いやー、本当だね。ね。ちゃんとダメそうな時も見よう、確実に。完全にね、本当入れて数日というか、もうすぐ落ちちゃったから、それでも産んでるんだね。ちゃんとね。まあ、初日で産んでる可能性もあるからね。そりゃそうか。はい、できました。はい、完成。なんとか頑張って生きてもらいましょう。ですね。はい。いや、これがあれかもしれんよ。リバウンドで。あ、例の。例のやつかもしれんよ。そうだね、すごい大きくなるかもしれない。うん、もしかしたらね、くれよ。怪我の巧妙。いい、そうだね、怪我の巧妙でいい結果が生まれるといいですけど、はい。いや、とにかく、まあ、3頭でも生きててくれてよかったね。そうですね、本当。よかったよかった。はい。じゃあこの子たちにはね、完品浮かしてもらいましょう。はい、ぜひ頑張るから、あの、頑張ってね、君たちも。元気に生きてもらいましょう。ヨネちゃん TV。 はい、この子たちのお父さんまだ生きてますのでね。ですね、はい。お母さんはあれ残念でしたけど、そう、早かったけどね。お父さんね、めちゃくちゃかっこいいよ。わあ、怖い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 。ちょっと待ってね、キレキレしますので。ごめんね、ちょっときれいにさせてね。でかいね。ここ太くない？すごい、いかついね。いかつい、マッチョマンじゃん。けどね、布設が欠けてたんだよね、最初から、前足と。ああ、そうだね、そういえば。うん、けどちゃんとペアリングできてたね。できてた。しかもでかいやつね。86mm。 いやー、ごめんね、怒らせて。かっこいいね、怒ったところもかっこいいよ。このタランデスのさ、ここがすごいよね。なんかもうカニの甲羅みたいなさ。すごいね。うん、そこそこね。タランデス結構人気だよね。人気だね。ね。いやー、しまったなって感じだけど。しまったなって感じだね。そうだね。でも頑張ってもらって、本当ですね。はい。ヨネちゃん TV。またね、この子たちがね、オスメスどっちかなってくれたら、またね、つなげて いけますしね。オスっぽかったけどな。はい。いや、でもうちらさ、下手くそだから、オスメス、雌雄判別が、まあね、オスメスが。そう、まあ、でも他のラインでもタランデスは、ああ、いるか。ちょっとね、うん、そうだ、さっき見たんだけど、はい、メスにしてはちょっと大きくないっていうやつがいて。あ、そうなの。そう、さなぎってるやつ。そう、さなぎってるやつで、どう、これなんですけど、はい、これ1500のボトルなんですけど、はい、これメス。あ、でかそうだね、でかそうだね。
メスなのそれ。メスだよね。メスだよね。うん。と比べると結構あるね。幼虫さ、うん、24g あったんだよね。 24g って書いてあるね。そう、うん、で、あ、オスかなと思って、ちっちゃいオスかなと思ってみたらさ、うん、もしかしたらいい子が出てくるかもしれんね。なんだこれ大きいよね。大きそうだね。そう、え、どうする、あの出てきたらさオスだったみたいなとかさ、あの脱いだらめっちゃちっちゃくなっちゃったとかさ、さなぎ魂みたいな。何だ、さなぎ魂。さなぎ魂、さなぎででかそう、でかそうと見せかけて。しかもこれ3月に入れて、うん、あ、3月に入れて5ヶ月、うん、5ヶ月ぐらいで 24g でサナギになってるって超特急そう、超特急だよ。間に合うんじゃないの、チミ。もしかしたら間に合うなそう、ここと、うん、頑張って、間に合うかも、間に合うかもそしたらなんか結構期待できそうじゃない、ね、この86にそんだけ大きいメスだと。何なんだこのメスと思って、うん、楽しみだね。そう、さっきチラチラ見とったんだけど、その、うん、サナギゾーンを、サナギゾーンね、うん、そうしたらえっと思って楽しみだ。そう、うん、ちょっと楽しみなメスが、はい、うん、いましたね。そんなに親は大きくないんだけどね。ああ、そうなんだ。71と50だから。ああ、じゃあもう親声確定っぽいね。うん、多分、うん、めっちゃちっちゃくなるかもしれんけどね、うん、縮んで縮んで、そう、うん、楽しみですね。楽しみだね。はい、じゃあ今日はこんな感じで、はい、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ボタンをクリックで米ちゃんファミリーへようこそ。 Twitter、Instagram などもやってますので、そちらもよろしくお願いします。今日はもうおしまいだよ。バイバーイ。パパごめん、分かっとるよ。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね